キャノン EOSRP は、キャノンが2019年2月14日に発表し、3月14日に発売した EOSR システムを採用したミラーレス一眼カメラである。2018年10月に発売した本格派の EOSR に続き、RF マウントと 35mm フルサイズの画像センサーを搭載した普及機という位置づけであるが、キ n ノンの担当者は、 兄弟機ではなく、どちらも、キャノンの本機であると発言している。日本国内のみ、限定5000台のゴールドモデルも発売される。製品名の P は、キャノンが1959年に発売した、レンジファインダーカメラ P 型に由来する。キャッチコピーは、いい写真の予感。キャノンは、発表会にて、本機を、撮影領域のさらなる拡大を目指した製品と、位置づけ、 快速、快適、高画質という三つの柱で、フルサイズの魅力を訴求していくという。小型、軽量化のために、内部フレームに、マグネシウム合金を採用し、堅牢性と放熱性を確保している。EOSRP について、リコーイメージングの担当者は、衝撃的に軽く、内部節な選びに相当苦労したのではないかと、またニコンの担当者は、 ニコンではできない挑戦があり、持った瞬間に、キャノンのカメラだとわかると評した。ありがとうございます。